おかしな車。バイト先の上司から聞いた話です。夜の山道を一台の車が走っていました。乗っているのは一人の男。町までは遠く、前にも後ろにも車はありません。しばらく走っていると、周囲がもやもやっとしました。霧でも出たのかなと思っていたら、後ろに車が一台。彼は、こんな時間に走ってる車もあるんだな。さっきまではいなかったのに。そう思いながらも、普通に車を走らせていました。しかし、しばらくすると、その後ろの車が急に近づいてきたのです。そして、彼の車の真後ろにまでやっと来たかと思ったら、いきなりパッシング。彼はびっくりしました。しかしその車はまた離れていきました。ちょっと気持ち悪いなぁ、と思いながらも、彼は再び運転に集中しました。ところが、またもや後ろの車が近づいて、そしてパッシング。また離れていきました。彼は怖くなり、車のスピードを上げましたが、後ろの車は同じことを何度も繰り返します。そうこうするうちに、ようやく山道が終わって、街の明かりが見えました。彼は急いで山を降りると、ふもとにあったコンビニに車を止めて、中に駆け込みました。そして店員に、変な車が追ってきている。警察を呼んでくれ。そう叫びました。店員が驚いて電話をしようとしたその時、あの車がコンビニに止まりました。そして中から一人の男が降りると、コンビニに入ってきました。彼は怖かったんですけど、ここはコンビニだし、店員もいるから多少勇気が出ていたので、男に文句を言いました。あんた、一体どういうつもりなんだ？しかし彼は、怒鳴った後で思いっきり驚きました。なぜなら、その男も彼と全く同じセリフを言ったからです。驚きながらも彼は男にどういうことかと事情を聞きました。すると男はここに来るまでの顛末を話し始めました。夜の山道を一台の車が走っていました。乗っているのは一人の男。町までは遠く、前にも後ろにも車はありません。しばらく走っていると、周囲がもやもやっとしました。霧でも出たのかなと思っていたら、前方に車が一台。彼は、こんな時間に走っている車もあるんだな。さっきまではいなかったのに。そう思いながらも、普通に車を走らせていました。することもなかったので、彼は前方の車を眺めていました。暗くてよくはわからなかったのですけど、車内にいるのは一人だけのようです。しかしよく見ていたら、助手席にも人影が見えました。あれ？さっきは一人だけに見えたんだけど。と思った瞬間、信じられないことが起こりました。運転席のシートの上の部分、つまり運転手の首筋のあたりに向けて、助手席から真っ白い手が2本、スーッと伸びていったんです。彼は驚いて車を近づけて、パッシングをして運転手に知らせようとしました。すると、その光のせいでしょうか、助手席から伸びた手は、また戻っていったのです。彼は安心して車を離しました。しかししばらくすると、再び助手席から白い手が。彼はまた車を近づけてパッシングしました。すると手はまた戻っていきます。そうこうするうちに、ようやく山道が終わって、街の明かりが見えました。前方の車は急いで山を降りると、ふもとにあったコンビニに車を止めました。それを見て彼は、いたずらにしては程がある。文句を言ってやろう。そう思って自分も車を止めて、ここに入ってきたんです。話し終えた男は、最後に語気荒く質問しました。で、助手席の野郎はどこにいるんだい？映画館のエレベーター。去年友人と映画を見に行ったんですよ。大阪の梅田、泉の広場を上がって少し歩いたところにある映画館。多分ロード・オブ・ザ・リングだったかと。その日の最終上映が終わったのが夜の11時くらい。そのビルの映画フロアの中では一番上の階だったので、さすがに階段を歩いて降りる気にもなりませんでした。疲れていたし、時間も時間だし、暗くて怖いし。で、私と友人を含む観客のほぼ全員が、数基あるエレベーターの前に分かれて並びました。しばらく待っていたら、他のはずっと1階か地下1階高で止まっているんですけど、私たちのところが一番最初に来たんです。内心、きっともうこんな時間だし、エレベーターも営業終わっているんじゃないの？ラッキーとか思いつつ、まあ10人くらいは乗ったと思います。乗った人は全員が1階で降りるつもりだったので、押したボタンも1回だけ。すなわち点灯しているボタンも1回だけ。遅い時間ですから、幸い他の階からの利用客もなく、すんなりと下降し、1階に到着しました。ですが、ドアが開かなかったんですよ。しかも、エレベーターは1階に着いても、全く止まりもせず、ドアが開く様子もなく、押してあった回数ボタンが消灯しただけで、間髪入れずそのままスーッと上に上がっていきました。そして誰もボタンを押していないのに、元いた階まで上がり、そこでようやくドアが開きました。ドアが開いたら、さっき乗れなかった人たちがまだエレベーターを待っていて、私たちは、恥ずかしかったんですけど、軽く苦笑いと会釈をして、全員がそのまま乗り続けました。多分みんな、せっかく先に乗ったのに、また降りて待つのは嫌だ。そんなくらいに思っていたんでしょうね。懲りずにまた一回をして、雑談などしながら乗っていたんですよ。でも、またエレベーターは一度も止まることなく、スーッと降りて、押してたボタンの点灯が消えただけで、スーッと上がって、元の階に戻って、ドアが開くんです。しかも今回は、元の階では誰も待っていなかったのに。二往復して、さすがにちょっとおかしいな、と思って。違うエレベーターにしようと何人かは降りたんですけど、あいにくさっきの人たちが降りた後で、他の木は一階で止まっていました。それで結局また全員が同じエレベーターに乗り、もう一回挑戦したんですよ。でも結果は同じ。一階についてもドアは開かない。最後はみんな怖くなってきて、もうどこでもいいから止まった階で降りようということになり、エレベーターが上がるときに2階から元いた階より下のすべての階のボタンを押しました。2階は間に合わなかったかも。でもどの階も通過ごとに回数ボタンが着々と消灯していくだけで、すべてスルー。結局は元いた階。やっぱりボタンを押していないのに。そこでエレベーターは止まってドアが開きました。もう誰もそのエレベーターでは降りようとはせず、他の木を待つ人と階段で降りる人とに分かれ、私と友人は知らない女の子2人とキャーキャー言いながら、暗い階段を駆け下りて、ようやくビルを出ました。故障なのか、夜間だから1階以外の階では止まらないようになっているのか。それにしても1階でも止まってはくれなかったし、とか、一体何なのかわからないけど、あの時は怖かった。一人じゃなくてよかった。ちなみにその時、1階まで階段を降りて、帰り際エレベーターを見たんですけど、その時は普通に動いているみたいでした。ちゃんと1階でドアが開いていたし、ただ人は乗っていなかったけど。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなたは午後からチョキでございます。はいチェキってありますよね。あれカメラでしょ、チェキってね。それもデジカメじゃなくて、ね、今のご時世で、どう撮れてるかがわからないというね、昔の要は紙焼きカメラですよね。ね、昔はそれが当たり前ですよね。普通にピントも合わせるカメラもありますよね、自分でね。今の一眼レフも、オートで合うけど、一応できますよね。自分でマニュアル操作もね。それが昔は当たり前で、だんだんとね、映るんですがありますよね。だんだんとデジカメが当たり前になってしまいましたが、その技術の進化というのはすごいですね。実際画面見ながら撮れるというのももちろん素晴らしいですけど、一番画期的なのはどうでしょうか。フィルム代がかからないということじゃないでしょうかね。現像はね、現像代はかかりますけど、ただフィルムを作っていた会社とかね、本当に、こういうのって怖いは怖いですよね。今まで自分たちの会社が作っていたものとかの、メイン商品が、メイン扱いの品物がね、技術が進化してしまうことで、もうその、少し需要が減ってしまう、もしくは、最悪、ゼロに近くなってしまうというのはちょっと怖いですよね。と思いますが、皆さんは、あなたの心には何が残ったでしょうか？さあ、今日のラッキーアイテムでございますが、今日のラッキーアイテムはですね、また食べ物になっちゃうんですけど、スープですね。スープ。まあ、スープなら何でもいいと思います。思いますって、適当なことを。まあ、私が好きなスープはコンソメスープ、コーンスープ、中華スープ。まあ、この3つは外せませんな。ええ。他には、皆さんどうですかね？スープで好きだね、スープ。よくステーキのミヤさんとかに行くとね、スープバーがあってコーンスープがあるんですよね。他のスープもあるんですけど、私はコーンスープばっか飲み続けてますね。で、浅熊さんに行ってもバイキングやってるんで、浅熊さんにもね、浅熊のコーンスープってほんと美味しいんですよ。これをね、もう飲み続けてますね。普通に頼んだ商品よりも、スープを飲み続けます。はい。そんなスープでございます。まあ暑いですけどね。まあ冷製スープとかもありますからね、今はね。さあ、スープを飲んで元気出しましょう。それでは、おはなるこんでした。まったねー。